ホタル層は、ハムロリンによる、長編時代小説。小説推理2011年11月号から2012年7月号に、連載され、2012年12月21日に、二社より刊行された。父が、無実の罪で切腹し、羊を隠して16歳で、奉公に上がった、主人公、七が、奉公先の主人が、無実の罪を着せられ、その中心に、 父の旧敵がいることを知って、方向先の幼子を守りつつ、あだうちのため小群奮闘する姿を描く。2013年に NHK ラジオ第一、新日曜名作座にて、ラジオドラマ化。2019年に、ホタルナナの剣と大師 NHKBS プレミアム、BS 時代劇にて、テレビドラマ化された。風早家に、住み込みの女中として働き始めた七は、実は、 武士の娘だが、その事実は隠している。父、安坂長七郎は、かぶらき藩藩士であったが、上中で同役の藩士と口論になり人情沙汰を起こし切腹したため、蘇生がバレると面倒なことになるかもしれない、とおじに言われているからだ。だが、風早家の当主、 一之進が傾きかけた反省を立て直すべく改革を推し進めようとしているのを牽制し妨害しているのが父の仇である、とどろき平九郎であると知り、七はいつか父の仇を打ちたいと考えるようになる。剣術指南役の段の裏五平へのもとで密かに剣術を習い始めた矢先、病気で伏せっていた一之進の妻の幸が高いし、七は、 自分が、一の神やその子供たちを支えていかなければいけない、と決意する。そんな折、一の神は、とどろきの罠にはまり、闇討ちを格索した罪で裁きを受けることになった。一の神は、七の蘇生を知っていたことを打ち明け、七の父、長七郎が切腹に追い込まれたのは、何か不正の証拠となるものを握っていたからではないか、と七に尋ねる。だが七には、心当たりがなく、 なす術もないまま、数日後に一の神は投獄されてしまう。屋敷も召し上げられてしまい、七は残された子供二人と共に以前から面識のある七夜のお船を頼り、家を借りる。そこで、お船や護兵、守る、近所に住む受学者の不死災や、ヤクザ者のゴンゾの助けを借りながら、自らも第八者を引いて、野菜を売り歩き、幼い子供たちを養っていく。そうして、 日々の暮らしを続けるうち、父の遺品である和歌集の中から不正の証拠となる証文が出てきた。これで轟きを出却させ、一の真の無実も証明できることになったと、喜んだのもつかの間、轟きに見つかり証文は燃やされてしまう。七は、騎士改正の策として、近々模様される、午前試合で轟きにあだ打ちをすることを思いつく。 相当な剣の使い手でもあるトドロキを相手にするなど、無謀だと誰もが止める中、7は決死の覚悟でトドロキと剣を合わせることになる。山本武志氏の脚色で、ラジオドラマ化され、NHK ラジオ第一次新日曜名作座にて2013年5月26日から6月30日まで、毎週日曜日の19時20分から19時50分に放送された。連続6回。 ホタルグサナの剣と題して、テレビドラマ化され、NHKBS プレミアム、BS 時代劇にて2019年7月26日から9月6日まで放送された。連続7回。主演は、清原か也で、本作が初の本格時代劇挑戦であり、時代劇初主演となった。NHKBS4K にて2019年7月24日から9月4日まで。 毎週水曜日の18時から18時43分に先行放送された。NHK 総合土曜時代ドラマにて2020年1月25日から3月21日まで BS 時代劇とは編集や音の入れ方が異なる38分の再編集版で放送された。主要人物その他ゲストホタルグサ7の件に関するカテゴリーありがとうございます。